はいどうも、寒がりのワッキーでございます。あれワッキーさん、なんか最初のスタートの挨拶ちょっと変わったんです。寒いんだもん早く春来ねえかなと、そんなことはいいんだよ。そんなことはいいの。久々にやってまいりました、食べ放題チャレンジのコーナーでございます。まあ、ここ最近はね、ユッチーはいろんなチャレンジやってるんだけど、俺はさ、結構保険を張ってさあまりチャレンジしてなかったんですけど、適量美味しく食べてますもん。そうだね。で、どんな食べ放題かと言いますと、このチャンネルにはあまりふさわしくないスイーツでございますまあどうなんだろう、食事系のメニューもあるのかもしれないんだけど、そのお店はミスタードーナツさんでございます。今日はね、ドーナツ食べ放題だから、服装、優しい感じの服装にまあつってもこれ何回も着てんだけど、ちょっとやっぱりあのドーナツだからさ、スイーツじゃないですか、はい、ジャージはなんか申し訳ないかなとか、女性のね敵を作ってしまうかもしれないので、なかなかいないでしょ、ジャージでミスドで食べ放題って。いや、いないですよガチの人じゃないですかで制限時間は60分で、店舗によってはね、事前予約をしなきゃいけない店もあったり、時間が決まってたりしてるんだけども、まあ、今回のお店は営業時間中であればいつでも食べ放題ができる店舗でございまして、今時間が16時ぐらいでしょ。なぜこの時間帯になったか分かる？え、なんでですかね。分かんない。分かんないでしょ。ダメだよヤキさん教えてください。夕方になるにつれね、みんなほら夕飯のことが浮かぶでしょ頭に。あ、そっか。そうだからもう帰んなきゃとか、夕飯の支度しなきゃってなるから、店が空いてくるんじゃないかな、特にドーナツ屋さんだから。なるほど、そういうことだったんですね、いや知らんけどねなかなかいないでしょ、夕方にさ40過ぎたおっさんがさドーナツ食べるっていう、まあ、あなたは26だけどで中がフードコートになってんだよね、まあ、なのでちょっと今回はねアフレコになってしまいますが、今から食べていきたいと思います。はい、ということで約2年ぶりにミスタードーナツやってきました。で確か前回食べ放題がね1200円だったと思うんですけど、行ってみたら1500円になってましたね。これは値上がりしたのかこの店舗だけなのかちょっとわかんないんですけど、いやでも僕普段ドーナツとか食べないんで、やっぱこういうの見るとめちゃくちゃ食べたくなりますよね。で唯一食事系のやつがあって、陳健一さん監修のチャーシューパイっていうのがありましたよ。まあパイはお腹にたまるんだけど、ちょっと味変にはいいんじゃないかなと。で他にも定番のドーナツたちがあります。でこのピエール・マルコリーニという、まあ、チョコのブランドなんですかね、これに関しては1人2個までになってました。でシステムとしては、最初レジに行く前にトレイにドーナツを入れていき、お会計の時に食べ放題をお願いしますといえば、店員さんから食べ放題の説明が始まります。でドリンクも飲み放題ついてまして、メニューはこの中から選ぶ形です。飲み物は空になってから2杯目 OK になってます。で2人ともあらかた取ってきたんですけど、いや脇さん、僕もドーナツかなり久々だったんですよね。そもそもお互い甘いもの自体食べないからね。食べないですね、普段は。てかこのシーンいるで食べ放題のルールがここに書いてあって、1回の注文が6個までなんだよね。でお会計を済ませて説明を聞いてから1時間、まあ、この日は夕方に行って17時15分までとなってます。でおかわりに行く際はこのカードを持って行っておかわりすることができます。でこれは俺が持ってきたドーナツたちなんだけど、いや改めてワッキーさんがドーナツあんま似合わないですよね。似合わないね、まあ、ドーナツと俺っていうのがもうレアなんでもうね、普段見れないですこの光景。普段ないねこれは。でユッチーが取ってきたやつはこちら。お互いポンデリング2個あるな。ポンデリングはやっぱ外せなくないですか。だってでチャーシューパイもあり、でお互いピエール・マルコリーニが1個ずつあると。でここからいただきますと。で俺飲み物はアイスコーヒーにしたんだけどさ、まあ、やっぱり甘いものだからコーヒーがいいんじゃないかなと。で温かいやつだとさ、なんか眠くなっちゃうかなと思ってアイスにしちゃったんだけど、まあ、とにかく今回は元が取れるのかっていうのが大事なんだね。で一発目はやっぱり食事系、俺は行きました。このねチャーシューパイ、ミスドのパイってね美味しいんだよね。そうですよね、前食べた時はなんかカレーのやつとかあったんだけど、でこれパイ生地サクサクで、でお店の人が温めますかって言ってくれたからさ、温めてもらって美味しかったですよ。で中のチャーシューがね結構濃い味で、ほんのり甘かったかなタレが。僕もこれ食べたんですけど、ちょっとご飯欲しくなっちゃうぐらいでしたねチャーシューパイに米まあいけなくはないな。で食べたとこすいません、あの断面なんですけど分かりにくいかな、チャーシューがね結構ゴロゴロ入ってて、これはね食べ放題というよりかなんか普通に食べたい、ほんと美味しかったこれ、で1個が200円超えだから、元を取るためにはこれは外せないかなっていうのはあるよね。そうですね、結構高いですもんね。でただ難点があって、めっちゃ口の中の水分取られるパサパサになります
僕最初シナモン味のオールドファッション食べたんですけど、いや一発目選ぶやつじゃないよねこれオールドファッションこそ一番水分持ってっちゃうやつじゃないこれ、はい、俺はてっきりさ、これチャーシューパイからいくのかなと思ったんだけどね。で、1個目のチャーシューパイは完食でございます。いや、これはね、本当に美味しかった。で、やっぱり口の中水分取られちゃったからもうすかさずアイスコーヒー飲んじゃったんだけど、次はこの限定のピエール・マルコリーニ。これこそアキーさん普段食べないじゃないですか。絶対食べないよこれ俺そもそも生チョコが苦手だからさ、この真ん中のやつがさどうなのかなって思ってたんだけどこれ食べてみたらさ、うまいのよ。これびっくりでしたね。結構濃厚ショコラだったんだけど、なんか上品な味わいだったんだよね。うん、でちょっとこれも食べたとこすいません。で、生地の中にもねショコラが染みてて、いやでもこの真ん中のクリーム美味しかったな。うまかったですねこれ。ほら見て、俺がチョコドーナツ食べて笑ってんだよいやなかなか見ないこれすごい光景だ。すごいでしょこれ。まあ初めて見てる人はね、何のこっちゃ分かんないかもしれないですけど僕ほんとね、生チョコ苦手なんですよ。で、次はゆっちゃんにポンデリングか。このもちもちがたまんないですよね。まあこれはね、最近コンビニとかにもあるよね。ありますね。まあミスドのやつじゃないんだけどさ、あと結構軽さがあるから、まあ食べやすかったりはするけどね。そうですね、もうパクパクいけちゃいます。で、俺は次はね、フレンチクルーラー。俺これ一番好きなのよ、ミスドで。あ、そうなんですね。そう、まあ、ただ食べ放題に適してるかっていうとちょっと疑問ですけどこれはね、表面シュガーがコーティングされてるから軽さはあるっちゃあるんだけど、結構甘いんだよね。だからどうしてもこの食べ放題ってさ、甘さが口の中蓄積していくとさ、お腹いっぱいじゃないんだけど食べられなくなっちゃうわけよ。まあそうは言ってもね、久々に食べたフレンチクルーラーやっぱうまかったよ。で、4個目は俺ポンデリングのね、プレーン。おそらくね、これが一番食べやすかった気がする。確かにこれ甘さがあんまりないですからね。そうなんだよ。まあもちもち具合がね、ちょっと邪魔するっちゃするんだけどまあ唯一エスケープゾーンというか。これ僕も食べたんですけど、甘さがないから休憩になりましたね。俺これね、コーンポタージュとかにつけて食べたかったわ。あー、その食べ方もありですね浸してね。で、次はポンデリングのね、いちご。まあほら今旬だからどうかなと思ってね、これ選んだんだけど、これ似合わないですね本当に。似合わないでしょでさ、最初の一口二口目はうまかったのよ。なんだけど途中からさ、すげえこれ甘くてで、ちょっとここで俺ワンパクを発動させたの両手にポンデリング。すごいやん。で、さらに途中で違うドーナツも挟むと。いや、なかなか。どうぞ。ドーナツワンパク食いです。いやでも本当この光景レアですね。レアでしょ。で、この時点でもうドーナツ的にも俺結構お腹いっぱいだったんだよで、ミスタードーナツの隣にさ、銀だこがあったんだけど、そこのたこ焼きの写真見ながら食べてる。これあ、それでそっちの方見てたんですね。そうそうそう、そしたら食欲出てきたわで、やっぱりさ、口の中の水分取られるから、ドーナツ食べてアイスコーヒーで、またドーナツ食べてアイスコーヒーとすごいねこれ。別に大食いをしてるわけじゃないんだけど、で、さっきのポンデリングまだ余ってるから、で、これ食べてるんだけど、ちょっと首かしげてるわけよ。これなんか苦しそうですね。大丈夫ですか？もうね、なんかお腹いっぱいな食べられるんだけど、なんか食べられないみたいな。あ、でもそれ分かりますね。そんな感じ、ドーナツのね。で、このイチゴのやつがさ、めちゃくちゃ甘くて、俺きつかったわでも僕も後半食べちゃったんですけど、結構やっぱきますね。美味しいんだけどね。うん、で、ここでユッチーはおかわりしてきたんだね。はい、6個持ってきました。で、2回目ですよっていうのをね、アピールしてて で、このもちもちスティックだっけ、はい、これ2個目だよね。これ2個目です。これカロリー低いんですよ。あ、そう。140キロカロリー。あ、そういうの考えて取ってきたんだ。はい、ちょっとあの軽いかなと思って。なるほど。で、ここで俺おかわりしてきたんだけどあれ、脇さん少なくないですかえ、これでもうね、お腹いっぱいで、しかもさっきのチャーシューパイがあるという。で、ドリンクはもうね、カフェオレいや、もうホットって終わりじゃないですかもう俺の中でね、もうこれ締めです、うん、さっきも言ったように、まだ食えるんだけどさ、食えないのよで、また巡り巡ってこのチャーシューパイ、もうこの笑顔見てよ。でもやっぱしょっぱいもの欲しいですよね。しょっぱいものが食べられると思って笑ってるわけあ、その笑顔やっぱさ、これを制するコツは、甘いもの食べてしょっぱいもの、甘いもの食べてしょっぱいものをね、交互に繰り返すのがいいんじゃないかなと。確かに回復しながらいけますもんね。ユッチはね、ハニーチェロね、よく食えるねこれワンパク食いやってますね。確かに俺これ好きなんだけどさ、さすがに食べ放題でこれきついわで、俺チャーシューパイ頬張ってんだけど、もうこの時点で生地がもう結構腹溜まっててさめっちゃ苦しそうっすね。なんかもうお腹いっぱいだなっていうまあでもね、残せませんから、うん、あの取ってきたやつはちゃんと最後まで食べますんで、
いやでもね、これお世辞抜きでこのチャーシューパイは本当に美味しかったので。美味しかったですねこれ、今回唯一のね食事系のメニューだったから、これがなかったらねちょっときつかったな今回で。しかもこれ1個高いから元を取るにはね、これはなかなか良かったですよ。で最後8個目のドーナツ、もう最後って言っちゃったけどカスタードクリームね、これで締めです、ね、そう、これこれ好きなのよ何気に。でカスタードもねそんなに甘ったるくなくて、でもちゃんとコクがあってね、生地についてこのパウダーシュガーもね良かったですよ。で断面はこんな感じ、ちゃんとねバニラビーンズが入ってましたね。うわー、これ今食べたいですねこれ。これうまかったんだよ。まあ、とはいえやっぱ水分は持ってかれるんで、これ飲みながらなんだけどね。ただこれクリームとさカフェオレがすげえ合うのよ。でこのクリームのドーナツも完食いたしました。いやもうね何度も言って申し訳ないんだけど、お腹いっぱいじゃないんだけどお腹いっぱいなんだよ。で俺は合計8個でごちそうさまでございました。ヤワキさんこれ絶対元取れてないじゃないですか。これ普通に買った方が安かったんじゃないですか。それを言っちゃおしまいですよ。でユッチーはこれ最後かな。最後です。12個目。すごいね。実はエンゼルクリーム一番好きなんですよ。あ、そうなんだ。最後に残しておきました。なるほど。まあ今改めて見たらねめっちゃうまそうなんだけどさ、はい、でもこの時結構もうギリギリでしたね。ユッチーもねいっぱい食べる方だけど、もうドーナツの限界は来ていたと。来てました。僕もホットで流し込みました。でこちらは今回2人の合計でございます。ユッチーは元が取れました。おめでとうございます。ありがとうございます。ヤワキさんあとちょっとじゃないですか、ね、あとちょっとだったね。俺らチャーシューパイ2個が効いたね。これで500円超えだから。で最後さ、俺いなくなったんだけど、とあるものを買ってきたんだよね。じゃじゃん。ヤワキさんいきなりラーメン買ってきてびっくりしましたよ。これさ、おかわりした時にもう食べたくてさ、でミスドってほら麺メニューがあるから、やっぱりねこうしょっぱいものを入れたいでしょ口に。わかりますけど、それでドーナツ8個しか食べなかったんですね。ちょっと胃のキャパを残してたんです。そう いやでもこの一口目のスープ最高にうまかったねこれ。これ今日一番いい顔してましたからね。もういつもより麺のすすりも力強かったからね。早かったなこの時。でこのメインはこれ鶏肉だからさ、ヤワキさんこれ目の前で地獄でしょ僕これを見ながら。満面の笑みでね、この鶏肉は最高にうまかったよ。めちゃめちゃ美味しそうでした本当に。でほらこれもう体に染みたって顔してるじゃん。ヤワキさんなんでこの時近づくなって言ってたんですか。で近かったんだよカメラが。いや寄っちゃいますよこれは。近いんだよこれ。でこれ僕も一口もらおうとしたんですけど、ヤワキさんダメだって言ってたじゃないですか。いやこれ俺が食ってんだからさ。いや別にいいよ、新たに食べたかったら別に買うけど、はい、もうだんだん壁側に行っちゃってるじゃないですか。取られないようにね。